富本健吉記念館は奈良県生駒郡安土町にあった美術館である。2014年に閉館した。2017年1月にレストラン、工房、ギャラリー併設のホテル、うぶすなの里富本に改装された。運営は奈良市のホテル経営、ワールドヘリテージ。近代陶芸の父にして人間国宝の陶芸家、富本健吉の成果を利用した個人美術館。 富本の没後、知人の実業家、辻本勇が譲り受けて整備し、1974年11月に開館した。本館のほか、修復した江戸時代の建物二棟と移設した大正時代地区の土蔵一棟が展示施設となっていた。収蔵品は、不本作の色絵時期など約500点で、それをローテーションで150点常設展示していた。 所蔵品には評価額数千万円のものもあったが、全国の美術館に寄贈されたりオークションにかけられるなどして散逸した。2008年に所有者が亡くなったことから維持管理が困難となり、2012年5月31日をもって閉館。所蔵資料の一部は、京都市立芸術大学、大阪市立美術館、兵庫陶芸美術館へ寄贈された。 2013年3月20日から富本県地文化資料館の名称で限定開館されたが2014年2月28日をもって完全閉館した。館の土地と建物は公益社団法人ソーシャルサイエンスラボが3000万円で取得。2015年9月に建物は改修の上体験型宿泊施設としての活用を 目指しているという新聞報道がなされ、2017年1月に古民家ホテル、うぶすなの里富本として開業した。土蔵、ありがとうございます。